アンンダーマーマスプリントコーチの秋元慎吾です今回の動画では足が速くなるために必要な足の動かし方について話していきたいと思います一番最初の動画で足の回転を速くすること一歩の幅を広げることこれらが大切だという話をしましたこの2つを達成するために足の裏のどこの場所で地面に着地するかっていうのが非常に大切になってきますどこがいいか足の裏の裏 前足部このつま先のあたりで地面に対して着地することを大切にしてみてください前回の動画で速く走るためには良い姿勢を作ると地面に対して大きい力が加えられますよっていう話をしたと思いますじゃあ大きい力を加えられる場所ってどこかというと自分の体に対する真下に着地するイメージを持つことが大切になりますその場で足踏みのイメージをすると必ず 足が上がって地面に着地した時にはつま先の方から着地すると思いますまさに自分の体の真下に常に足が着地して走ることができると地面に対して大きい力を加え続けて走ることができますもう一つこのつま先で着地するといいことがありますそれはアキレス腱かかとからふくらぎについているこのアキレス腱のバネを使うことができます 例えばその場で手足を思いっきり早く動かしたときに足がつく場所っていうのはやはり先ほども話した通りつま先の位置で地面に足を着地しないと手足が早く動かないです縄跳びのイメージを持ってみてくださいその場で縄跳びをするときもかかとが少し上がってつま先の方で着地して体が跳ねると思いますこれが逆にかかとだとうまく弾めなくなってしまいます 走るときはこのバネが上のバネから前のバネに変わっていきます。ですので走るときもつま先の方で着地することによってアキレス腱のバネが使われて歩幅一歩で進む距離が伸びてきます。陸上競技で白スパイクにも注目して見てほしいんですけど、短距離選手の白スパイクピンっていうのがついてるんですが前足部これつま先の方にしかピンがついてないんですよね。 なのでもう速く走るためにはここに着地してくださいっていうふうに最初から設計されてますちなみに長距離用のスパイクも同じように前の方にしかピンがついてません今マラソン界長距離界もどんどんタイムが速くなってきていると思いますもちろんシューズのテクノロジーが向上しているっていうのもあるんですけども実際に大きいマラソン大会で上位に入るトップ選手エリート選手になると 42.195キロ、すべて前足部つま先着地だけで走りきってしまうっていう例もあります。回転を速くする動き、歩幅を広げる動きの共通点っていうのは、足の前足部つま先付近で着地するっていうことが非常に大切になってきます。どうしても速く走ろうとすると、無理に歩幅を伸ばそうとする人が非常に多いです。そうすると、足の裏のどこから着地するかというと、 かかとの方から着地することになってしまいます当然かかとで縄跳びすると弾めませんかかとで着地すると速い動きができませんということで足が速くなる計算式が成り立たなくなってしまいます速く走るための足の動かし方のポイントとしてはぜひ足の前足部つま先付近で着地するイメージを持って走ってみてください次回の動画では足が速くなるための腕の動かし方について話していきたいと思います